犯人が今出てまいりました。すみません、コメントをください。昔ネカフェでバイトしてた時に、ある冬の深夜、どう考えてもホームをレスしたおじいちゃんが来て握りしめてた500円を俺に差し出して、あったかわいいって言ってきたんだけど入会とかいろいろしたら、どうしても800円ぐらいにしかならなくて、300円俺が立て替えてあげようと思って、おじいさんにそれを伝えようとしたら、お客様側に向いてる料金表示されたところの800円って札見て、財布から1万円出しよって。金持ってるんやし俺のあの優しい気持ちを返せ。